あこんにちは、ウィンリーロークベルのチョンミンです。ラジオやります。日曜日です。よろしくお願いします。ウィンリーロークベルのラジオ、ウィンリーロークベル、ウィンリーロークベルのラジオロックベル、イエーイ。はいはい、どうもどうも。毎週一度のお楽しみ、日曜日更新、ラジオロックベル、パーソナリティ担当のウィンリーロックベル、ボーカル錦織チョンミンです。まあ何言ってんだよこの子は、早速みたいな感じだと思いますけどね。今聞いてる人の空気は失笑か、まあ苦笑いか、冷めてるか、まあどれかでしょうね。いや第2回だからすごいね、話す内容考えたんですよ。まあ、第1回だったら、ラジオロック部はこんな内容のラジオをやりますよとか、説明だけで時間が埋められるんですけど、第2回からそういうわけにもいかないっていうことで、すごいいろいろ考えてね、錦織くんの名前を出したんですけど、まあ、やっぱり生放送のラジオとかだったらさ、お天気今日はこうですよとか、寒くなりますねとか、そういう、もうリアルタイムの話ができるんですけど、まあ週1回なのでなかなかねそういう話ができないので、こんな話題からスタートしてみました。まあ別にそんな私テニスに詳しくないんですけどねやっぱりこういう話題を知った方が親近感が生まれるじゃん。あ、チョンミンもウィンリーのメンバーもまあ言うてこう人間なんだなみたいなちょっと行き過ぎだけどその言い方はだって怖いって言われるんだもん、ウィンリーロックベル。みんななんでですかね、これずっと初期から課題なのよ我々の。だからあんま話しかけられることもないからね、まあこういう場でアピールをできたらなと思っています。まあ錦織くんって24歳なんですね。年近いじゃないですか。もう全然もっとね、歳いってると思ってましたけど、24って聞いてびっくりですね。若い世代頑張らないとね、錦織くんの背中を見て、胸元にユニクロって書いてるから、ね、そういうスポンサーがウィンリーロックベルにもついてくださるように、我々毎日頑張らないといけないなと思ってるところであります。ぜひこのラジオロックベルを聞いていて、ウィンリーのスポンサーになりたいかもという企業様様、まあ www.maa とか言ってそこまでなってもらう気ないとかね。いやそんなことありません。興味を持たれた方、まあぜひ何でもメッセージくださいね。 www.winrylockbell.com ホームページです。そこにねメッセージフォームあるので、ぜひ何でも送ってくださいまし。さあ今日の第2回ラジオロックベルもゲストが登場しております。まあ、ゲストって言ってもうちのメンバーなんですが、第2回目はパーカッションの瀬尾メイコちゃん。彼女はウィンリーに入ったのが一番遅いのかな、一番遅いんですけど、なんだか空気に溶け込めちゃう、なんだか楽しくできちゃう、不思議な魅力を持った女の子、メイちゃんでございます。ぜひ、そのメイちゃんとのトークをお楽しみください。というわけで、第2回、ラジオロックベルもスタート!なんか2回し目になるとちょっとエンジンがかかってきますね。Yeah. ウィンリーロックベルのラジオ第2回のゲストは、いや、私さ、あれよ。ディズニーのさ、キャラでさ、チェリーメイが好きなんだよ。で、うちのメイちゃんも負けてないなと思って、ウィンリーのメイちゃんも。ということで、よろしくお願いしますよ。自己紹介お願いします。はい、どうも。メンディーさんです。メンディーさん。はい。本名は?本名は、瀬尾メイコです。パートは?パート、パーカショスが。まあ、リサコとの、対談の中で、はい、いろいろ名前を出しちゃったんですけど、そうですね、いやすごいみたいな、すごいパーカッションのメンバー、セゴちゃんって子がいるやめてほしいですねで影響力があるってことだよ、セゴちゃんは。いえ、本当に
あの酔っ払ってます？酔っ払ってないリハの途中とかでさギャグるじゃん、ラマちゃんがあれ本当家で思い出して笑ったりするか本当で。いやだからセオちゃんはねそういうキャラでウィンリーに来たんだと思います。まあセオちゃんはセオちゃんこそさ全然あれだよね、加入して立たないですよね。6月そう6月でこのよく馴染めますね。馴染んでます？馴染んでますよね、相当馴染んでますよね。す馴染んでると思う、うん、だってまあでもパーカッションでさあの曲とかも後にさつけることが多いじゃん、うん、いやでもよく合わせるなってほんと思うもんね。これなんか普段からそんな感じなんですか？あの居酒屋とかでさよく飲み行くみたいな話するじゃんそういう時からそんな結構仲間で飲み行った時もこう合わせたりとかノリよくこう合わせたりとかできるんですか？合わせじゃん、うん、面倒見がいいよね。あそうそう、うん、危ねえ今あの言葉言いそうになった。ないないそれなってセオちゃんの口癖でそれなってあるんですよてか私たちの口癖最近あのチャレからだ巷でチャレ言葉聞いて巷で流行ってるそれなっていうのセオちゃんめっちゃ言うんでチャレからだそれなまあセオちゃんね面倒見がくてあのウィンリー前ねあのなんだっけリサコな飲み会あれ何リサコの誕生日パーティーか反省打ち上げ兼じゃ反省会兼リサコの誕生日、まああの1回目にゲストに来てもらってさリサコリサボーがねリサボーお酒好きなのよでまあウィリー仲良しチックだからチックなチックそこ重要だからなチックだからチックだからなんかまあみんなで飲んでて、うん、飲んで何どうなったんだリサコすごい飲んじゃったんだよね。あれですよゼリーさんがあプレゼントって酒をねウイスキーみたいなのを結構いい、ね、いいウイスキーでまあ飲もうぜってなってまあ、リサコペースが早かったんだよね確かね。でみんなはまあチョコマカ飲んでってめいちゃんもね生飲んでたよね。生ずっと生飲んでてウキウキしてたんだけど、まあ、リサコがうえーみたいな大暴れおちょっとなってしまうコンコンコンみたいな感じでなんだっけピアノジャックピアノジャックの話をしてね、まあ、大暴れもはやセリさんと喧嘩みたいな感じでしょもんね。そうですね、なんか我々もどうしようどうしようみたいな感じだったけど、まあ、リサコも酔っ払ってたので、うん、でそしたらねどうだったんだっけ、メイコが助けたんだっけか、なんかどんな感じ助けたんだっけ。リサコ帰るのかって、でも帰りますよって 逆切れされて、洗濯物取り込まなきゃいけないって言ってたのその時ね。あそうそうで分かったこの時間みたいな、もう10時ぐらい10時ぐらい分かったっつって、じゃとりあえず寝なみたいな、うん、寝さしてリサコっつって、本当に帰るの？帰るって言ってるじゃないですかみたいな、なんかずっと切れてる。みたいな。トイレでね、あのドア1枚挙んですごい酒好き同士でなんかすごい通じ合ってたもんね。リサコ帰るよ。大丈夫です大丈夫です。大丈夫です。あ終電で帰るね。クソヤンキーみたいな。で私たちは帰りました。気づいたらみんないなくなったっていうね。まあ、旧メンバーの家なんですけど。ああちょっとやめちゃったギターのね、やめちゃったギターの子にもメイコはなんかなんだかんだいろいろお世話してたもんね。6月に入ったわけ、6月だっけ、うん、6月、5月のワンマンが入ってから、あじゃあ終わってからすぐ入ったのか、そうにもかかわらずその、まあ、ギターの子をね初期面のボーギターのことを心配してねやってくれてましたからね。まあそんな面倒見のいいセオちゃん22歳同じですよね、22歳セオメイコなわけなんですけど、何の音楽が好きですか？何の音楽、うん、まあ何でも聞くみたいな感じで、何でも聞くかな、畑本博好きなの好きどこが好きなんですか畑さん。恋かな、うん、あ恋フェチなんですかメイコはかもね
大きいモンドに似てるんだから。ってやるそれ美容さんにも言われる。昔の彼氏とかはあの、あれ声かっこいいなみたいな感じだった。いいね、こういうのグータンヌーボ系ね。あの、恋罠みたいな。グータンヌーボの感じな。それな。シャレ。どうだったんですか声。声良かったかもしれないですね。楽器やってる人が好きとか、まあ何やってる人が好きとかありますね。瀬尾ちゃんさんもこういう話したことないですよ。うん。ね。畑さんは声が顔は、あ、小田切城だ。そう。そうか。待ち受け小田切城だ。うん。でも顔に時間書いてるもん。顔見えない感じになっちゃう。大丈夫。姿だけ見える。もうとりあえず。小田切城の顔に何時何分とか。そうそうそう。大丈夫。あの、一瞬消えるから時間が。コード、あの、パスコードとか。ただ姿が見えるよ、ね。小田切城か。それ難しいんじゃない？ちょっと彼氏っていうか、こういう人ですけど。畑元宏の声でも。え、でも、小田切城は、うん、え、もうだってスーパーかっこいいじゃん。なあ、まあ、もうランクで言うと A ランクよね。え、トリプル A ランクよね。うん、え、A か S でしょ。SS さらにいくでしょ。さらに、うん、SS ランクよね。 SS ランクでしょ、うん、かっこいい。なるほどね。まあ小田切まではいかなくても、うん、でもなんか好きになる人のタイプがみんな、みんな声を揃えてるの汚らしい人好きだよね。みんな目こう汚らしい人好き。そう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 、うん、やばい、付き合う彼氏がメイコのこと汚いって言ったらやばいね。そう、泣くよね。汚らしい人どういう風ですか。なんかうちはそう思わないんだけど、うん、なんかみんななんかなんかあれね、汚らしい、汚らしいって言ったらちょっとひどいけどさ、ひげがとかですか、なんかそういうこと。なんだろう、なんかそんなってる。じゃあぜひあの我こそ汚らしいと思う人ウィンリーのあのアカウント、メールアカウントにあの瀬尾芽衣子さんぜひ紹介してください。懸命に書いて送ってきてください。さあ11月27日ウィンリーロックル3回目のワンマンで、瀬尾ちゃんは2回目のワンマンです ですね。どうですか、瀬尾ちゃんにもウィンリーのさ好きな曲聞きましょう。やっぱり最近の曲でしょ。ああ、もうね、わかるもんね。うん、ねなんか、瀬尾ちゃんとさ、私さ、動き合うこと多いよな。鏡越しなんか多いよね。別に合わせてないけどね。なんでだろうね。それはね、ちょっとね、リハしてね、鏡を見ながら、ちょっと嬉しいんだよ。喜んで。瀬尾ちゃん可愛いな。みたいな感じあるか。マジか。そう。なんか別に合わせてるつもりないけど、ね、多いよね。多い多い多い。あの、その、アップテンポの。なんかね、合わせてるね。まあ、そういう曲が好きだよね。うん。歌うの好きだよね。うん、そう、好きだね。瀬尾ちゃんが歌ってて、まあ、リサ子とかも、市長とかも歌って、まあ、市長っていうすごい、あの、すごものすごいベーシストがいるんですけど、うちには。ラスボスみたいな、ね。ラスボスと、リサ子と瀬尾ちゃんが歌ってる時、本当に楽しそうだもんね。めっちゃ楽しい。うん、だからそういう曲、盛り上げ系の曲が好きなの。うん、でも、うん、ノスタルジーとかです。あ、そうなの、うん、ノスタルジーマイナー、あれどうなんだ、ミディの中でマイナーなんかな、マイナーだよね。俺ちょっと歌詞いつも飛びそうなの。あ、本当に、うん、あ、もう歌わないじゃん。うん、確かに。あ、そうなんだ、嬉しいね。なるほどね。じゃあ意気込みを語っていただきましょう、ワンマンの。あ、物販。そう、もうね、8月とか来てくれた人はね、あの、お分かりだと思いますけど、めいちゃん、めいこ、めいちゃんグッズがね、リミテッドで登場してるからね。もう前回大好評だったじゃん。今回は何やるんでしたっけ。今回ですか、はい。言っていいんですか、これ。ジグゾーパズル。何ジグ言えてるからね、ジグゾーパズル。めいちゃんのジグゾーパズル、全あれ何種めっちゃ多いよね。まあ、既存のなんか既存のデザインに加え、既存のデザインっていうか、なんかめいちゃんの大学時代にめっちゃ決めてるやつと、なんかプライベートな写真もね、ジグゾーパズルにしちゃったから、ぜひ私のこと完成させてって勝手にやられてることだからね。うち望んでないからね、ずっと。前回 T シャツもいくらだっけ。3800円。3800円。だって私気づいたらなかったもん。
売れてるとこも見てないし、気づいたらもうお客さん来てたから、マスコットキャラクターですよ、ウィンディのマスコットキャラクター。いくらだっけジグゾーパズル。まあ今交渉中というか値段考え中なんですけど、多分800円ぐらいで売ると思う。買えよ買えよ買えよ、マジで汚らしい男子待ってる。まあぜひね、あのセオちゃんグッズも11月も絶賛販売するので、通販とかも受けたまりましょう。まあそんぐらいの勢いぜひ買ってくださいということですよね。そうですね、はい。じゃあそのめいちゃんグッズの PR& ワンマンの意気込みをどうぞ。PR? PR でしたくねえよ。自分の顔のジグゾーパズルだぞ。だってそれ家に飾られるんだぜ。まあね、ちょっと恥ずかしいよね。うん、意気込みは、意気込み、うん、セオちゃん気合入ってるの分かるから。セオちゃんが気合入ってる時すっごい分かる。本当に、うん、負けねえみたいなと結構出るよね。あ、負けず嫌いだからな。あ、だからな、うん、それな、うん、ちゃちゃね。あ、うちのメンバー見たら多分そうです、ね、あ、そうだ、うん、意気込みね、うん、コンタクトにします。え、何で出る。あ、メガネだからね。そうそうだよね。8月のワンマンの時、うん、途中でメガネがもう本当に邪魔すぎて、Qちゃん並みの感じで捨てたさ。途中で Q ちゃんだよ、高橋直子でしょ。そうそうそう、シュンって捨てたの。そしたらもう何も見えないね。でもセリさんこっち見て何かをなんか叩きながら訴えてるけど、めっちゃ俺笑顔で何も答えられない状況がずっと続くっていうのがあったから、なんてこっちやつだね、コンタクトがつくやつ。カラコンとかにしたら、ね、ちょっとギャルくなりそうじゃない。ギャリーな感じ、ギャリーな感じ、ギャリーな感じいっちゃう。ギャリーな感じ、ホッティーな感じでいきます。なんだよギャリーな感じ、ホッティーな感じ。私のことチャラいって言いますけど、この人多分一番言葉はねチャラいと思いますので。そんなホッティーなセオメンディメイコ、やめましょうその名前、もう嫌です。何がいいんですか。逆にじゃあなんか募集する、なんか、あ、名前、うん、あ、いいね、もうメンディ飽きたっつって、うん、もっと変なの来るかも。それでも OK なら募集しましょう。まあぜひ、パーカー何がいい、私も考えておく。メンバーにも考えてもらいましょう。多分6、7にならないと思うけど。さあということで第2回のウィンディ6分のラジオのゲストは、はい、あ、はいはい、自分の名前で締めてください。あ、瀬尾めいこさんでした。はい、チョンミンでした。ではまた、バイバイ、バイバイ。ラジオロックベル第2回目のゲストはウィンディロックベルパーカッションのセオメンディメイコちゃんでした。いかがでしたか。メイコ声がねすんごい低いんだよね。撮ったの聞いてびっくりしちゃった。なんか私も喋る声かなり低いって言われるんですけど、それ以上に低いよねメイコね。まあその低い声の持ち主だからこそ、ウィンリーの曲でコーラスをやってもらったりとかするとね、すごくいい味出すんですよ。第1回目に登場してくれたキーボードのリサコ、リサコはすごく音感がいいなって思うんですね。で、まあ、サンド上、いわゆる上ハモ、上ハモも下ハモもやってもらったり、オールマイティにすごくやってもらって助かってるんですけど、メイコの場合は声が低いから下ハモが多くて、ですごくずっしり曲に重みが出るんですよね。でメイコのこういうとこいいなと思うのはね、歌心がすごいありますよね。この子多分お酒好きなんだけど、まあ私の想像ですけど、お酒飲みながらなんか音楽聴いていろんなことを感じてるんじゃないですか。うん、すごくなんか情緒があるっていうのかな、歌に。うちのメンバーは多分みんなそうですよ。あの1回目に登場してくれたリサコも、まあお酒好きなんですけど、酒好きばっかだな。なんですけど、森迫もすごく自分の世界観を持ってて、
だから歌声を聞いてるとすごくね楽しいですよ。私もボーカリストとして勉強になるし、うん、まあそんなセオメンディメイコちゃんなんですけれども、まあ本当に面白いパフォーマーみたいな子なんで、うん、ぜひそのパフォーマーではっちゃけてる姿を11月27日ウィンリーロックベルワンマンライブ渋谷スターラウンジでぜひお待ちしております。見に来てください。さあということで次は第3回、早いもので第3回目です。3回目もゲストが登場しちゃうぜーんまたメンバーだけどね。さあ次はどのメンバーが出てくるかな。第3回目、ラジオロックベルもお楽しみに。ボーカル西堀ちょんみんでした。バイバイ。